美女子会ぶっちゃけガールズトーク。さてやってきました、美女子会ぶっちゃけガールズトークの時間です。この世の中はいろんな場所でガールズトークが繰り広げられています。19、20歳の若いガール、30、40、女はいくつになっても綺麗でいたい、ときめいていたい、輝いていたい、そう願い、いろんな場所で会議を開いているのです。この会議は男性が知ることができない秘密の会議です。内容はぶっちゃけ合ってますよ。恋愛、美容、健康、仕事。ぶっちゃけ合った女子たちはすっきり爽やか家に帰ります。そしてまた明日も頑張ろう。そう誓い合うんですね。そんなポジティブ思考の女子たちを私たちは美女子と呼んでいます。その究極版がこの番組、美女子会なんです。お相手は私、浦中咲です。そして大野中織です。2人揃ってポリネシアンです。そして今日の DJ は、DJ ユージがお送りいたします。はい、ユージくんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ゆうき先生が今頃走ってんのかな、はい、のかもしれないですね。ね夜の街を、うん、ゆっくり歩いてるかもしれないけどはい、あのボーイズたち忙しいから、ね、忙しい中ね来てくれてるから、う、ね、もう2週間ぶりで、本当にありがとう。そうですね、はい、今日は DJ ユージ君によろしくお願いしたいと思います。大丈夫かな、何が一人で大丈夫よ。今日のあれがあれだけに、ちょっと、ね、受け止められるか今日はね多分ユージ君はどうひっくり返っちゃうかもしれないトークをね繰り広げるのよね、うん、はい、そう、先週何してましたかってまずね、かおりちゃんは、うん、私はあのテレビで男たちが裸で戦うのを見てました毎日夢中で。相撲でしょ男たちが裸で裸で戦う、裸でこうね組み合ってね、うん、もうね相撲女子だよね。もうね相撲女子、相撲女子楽しかった。白鵬優勝しなかった。 あれなんだっけ、今日優勝、私ニュースでちょっと見たんだけど、うん、優勝したのはモンゴルの、そう、若い子なの。あら23歳。あら若いって素敵ね。照ノ富士、照ノ富士、照ノ富士っていうの、うん、なんかねあの体を持って、そうそう、あの優勝のお祝いしてるところだけ、うん、ちらっと見たかな。若いのよまだ。あらまだピチピチよ。ピチピチね、うん、うん、涙の初優勝よ。あらそう、そうなの。あらモンゴル強いわね。モンゴル強いんだけど日本も頑張ってほしいな。もうね楽しかった。あそう、もうなんか相撲が終わっちゃうとちょっとガクみたいな。あらそう、うん、ガクッとなってるのね、うん、まあいろんな意味でね今日はね、うん、ガクッとしてるから私たちカクッとね今日はね、カクッと、そう、いろんな話をね、うん、今日はね、ね、下ネタでナイトなんだよね。ちょっとね、うん、やっちゃおうかな。久しぶりにね、久しぶりにね、あの、うん、ディープなね、女子の話をしちゃおうかなって。もうね、うん、仕込んできたからね。そう、びっくりするわよ、ね、皆さん本当に、はい、ひっくり返らないでね、はい。そしてね、私は先週何してましたかって、うん、何してたの？私はパーティーガールですよね。うん、パーティー女子、うん、うん。パーティー女子、そう、どこのパーティー行ってきたの？土曜日に音ブラに行ってきました、うん、あ、いいわね、イベントの名前は幽霊です。はい、はい、行ってきたらね、うん、ゆうじくんもいたよね。はい、行きましたね。本当、はい、ゆうき先生もいたし、うん、私たちここのメンバー来てましたね、うんうんうん、やっぱり幽霊は行った方がいいかなと思って。そうですね、いいパーティーで、いつもいい音で、うん、いい音だよね、うん、うんうん、すごい良かった。あ、本当。で 私はあの、うん、姉さん方と、うん、先輩と、うん、女子軍団で駆けつけましたわよ、うん、たくさんいましたね。確かに女子すごいでしょ、こっち女子軍団でね、女子軍団駆けつけてますよ。 濃い女子軍団で、濃いわよ、うん、あの声かけられないぐらいみんな怖い、いかつい女子だったでしょまあね、あの後ろの方を陣取って、ゆうじくんに紹介しようかなと思ったんだけど、うん、まあ怖いお姉さん方だからちょっとね私たち怖いかなと思って。いやいやいや、うん、
楽しんでたのよね、うんうん、よかったね、さきちゃんね、あの気分を紛らわすためにもね、やっぱ外出た方がいいなと思って、うんうんうん、ちょっとね、さきちゃんね、うん、先週のね、そう、うん、もうちょっと一人じゃ嫌なのっつって、うん、でなんかね、カオリンちゃんとね、うん、そう、とうとうね、東京書店もまた久しぶりに行ってみたの、ね、そうなの、東京書店、私は東京書店に行きたかったのね、カオリンちゃんが東京書店に行きたいって、先々週ぐらいからもう行かなきゃダメだみたいなと思ってた時、私がまさかここでガクンと来るとは思わなくて、うん、そうここで同じタイミングでね、こんな時こそ東京書店と思って、カオリンちゃんが ねとあるものを買いたいということで、はいはい、で私はじゃあもう、まあ、その道のね、うん、よく知る女ですから、うんね、意外とその道ね詳しかったね、詳しいよね、うんうん、すごいと思った私いや東京の時もなんか女子ツアー組んでたんだよね本当になんかね、本当、うん、何の話しようかなって、今日はね東京書店でね、うん、あるものをお買い上げしてきましたよっていうこと、はい、うん、何かなって、うん、今先にメッセージ読んじゃおうかしら、うん、早速起立しておりますバイカメ起立、はい、何が起立してるんでしょうか香里ちゃんがそんなこと言ってるわよ、カメさん、あら、はい、はい、そしてマーデーさんから、マーデーさん、皆様こんばんは、マーデーです、こんばんは、ダイエット予定通り成功したのでやっと筋トレに専念できます、よかったね、すごい、ダイエット成功したので、成功したんだ、わあ、すごい頑張ってるよね、うんうん、これからじゃあ筋肉をつけていっちゃうって感じかしら、ね、うんうん、そして恵みの雨の中本当にお疲れ様です、うん、帰宅時には皆様気をつけてくださいね、うん、ね、ありがとうございます、はい、梅雨ですからね、梅雨になっちゃったよね、うん、もうなんかすごいこういう時カラッと晴れてたら私も、うん、私の精神状態もカラッと晴れるんだけどこういう時もう本当、いやいいじゃない、なんかこうちょっとなんていうのメロウな感じっていうか、もう濡れちゃってるからね、濡れちゃってる感じで、うん、ウェティーなウェティー先でウェティーな道にね、うん、ちょっとカオリンちゃんに釣られて私もね、うん、ウェティーになっちゃったよ、ちょっとウェティーになりましょうよ私たち、うん、そうなの、うん、今日何を買ってきたかってね、はい、こう、ツイキャスユーストリームで見えるかしら、じゃじゃじゃんババンデデデンデデデンデデデデンデデデンデン、カオリンちゃんはちょっとごつめのやつ で私はちょっとこれ細長くガールズクリニックガールズクリニックって今ね、なんかシーナ光るプロデュース、はい、ガールズクリニック刺激を求めるすべての女性へって、はい、これを見たらね、うん、私もねなんか買いたくなったの、うん、そう、ででんででん、はい、ゆうじくんは固まっています、はい、はい、まあもう見て見ぬふりをするしかないですね私 ね、はい、私今ここで買うとは思わなかったのこれをでもねなんかね東京書店に入ったらねすごい時代は進んでて、うん、もう昔はグロかったのに、ね、そうそう、なんかドイツ製だったりとか、うん、日本製だったらイロハ、うん、ね、イロハだよね、イロハ、日本のなんかおしゃれな、見た、あの、うん、充電器、あ、なんかねこうやって置くだけでパッと置くだけで、うん、パカッて蓋が閉められて、ね、あれなんかこれ新しい携帯かなみたいな感じだよね、そう、うん、なんかあのパカッと蓋閉めちゃったらね、うん、まさかそんなものが入ってるなんてね、うん、思わないよ ね、うん、ね、で、で新しい彼氏ができた時にこれをね、うん、ゲーやべえって言って隠すっていうか捨て放り投げるっていうかそういうことしなくてもいいようなことまでプロデュースされてるのがいろはさんだったわよね、こう洗面所にポンって置いとくみたいな感じ、そうで充電を、うん、簡単にして、うん、ね、うん、あれもすごい悩んだよ ね、うん、あれ結構いいお値段したわよね、うん、いいお値段した、あれいくらだっけ、1万ぐらいしてたはず、結構いろはさん、うん、いいお値段してたよね、いいお値段だった、いいお値段だった、私これねなんかね、うん、AV 女優プロデュースさん、うん、なんか結構 お手頃値段だよね、3980円だったの、そうそう、うんうん、でお手頃なお値段だし、うん、
そう、あれ早速メッセージがツイキャスから来てますわよ。それ欲しいな。あははは、笑うしかないっていうところにね来てますね。はい、もう、すいません。男性もこれは女子に買ってあげたいのかしら。なんかカップルで買いに来てる感じの人たちもカップルもいた、ね、いた、同居者でいたね、うんうん、なんかねちょっと彼女恥ずかしそうみたいなね。ね、なんか男の人が、うん、どれがいいんだよ、うんうん、これがいいかい、そうそうそう、どれが好きなんだみたいなね、うん、やってたよ ね、 ね、うわ、私たちね真剣にね、こっちはね女子でね、うん、ちょっとどっちにどれにするみたいな、ね、ちょっとすごくない今みたいな、うんうん、ね、もうこうねサンプルをね握りしめてね、そう、これちょっと曲がるんじゃないみたいな、ね、そう、真剣に、すっごい真剣に見てたよ、真剣に、私もちょっと真剣に選びました。カオリンちゃんがねすっごい真剣に選んでるのを見てね、はい、さっきもね、うん、私もちょっと買っちゃおうかなみたいなあれさきちゃん最初買うつもりじゃなかったの？全然買うつもりじゃなかったの。そうなんだ。カオリンちゃんに、うん、あの失敗しないように、うんうん、あの良きアドバイスができたらいいなと思って、アドバイザーとして、うんうん、ツアーガイドみたいな気分で行ったのよと、うん、まさか自分もお買い上げするとは思ってなかったの、うんうんうん、ね、なんかさきちゃんの方がこれっつってもう決めてたもんね。急に目がいっちゃったよね、うん、なんなんだろうね、うん、そうね、うんうん、まあなんか今日は、下ネタでないとということで、はい、ちょっとこれを握りしめながらね、そう握りしめながら、うん、女子、はい、もうそういうの買うんだってみんな買ってるのよね、うん、隠れて、うんうん、まあそれを今時代は進んでておしゃれな感じになってますわよ、うん、みたいな、うんね、伝えられたらいいなと思ってます、はい、興味津々で聞いてください、はい、そしてメッセージどしどしお待ちしております、はいはい、メールアドレスは761@fmkoza.jp です。ファックスは 098-934-8653 です。また FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてくださいね。よろしくお願いします。待ってます。はい、それではここで1曲いきたいと思います。はい、 DJ ユージ了解しました。 では1曲目いかせていただきます。レイドブックで I only want you、 どうぞ。あら、川崎さん、今日の画像はぼかしが必要だと思います。すいません、すいません、ぼかした方がいいのかしら。グッドグッドって来てるわよこんなのグッドグッドみたいな、はい、お買い上げしてしまいましたね、はい、うん、じゃあ、これから箱から出してね、そうちょっとね、握りしめながらね、やろうかね。そうだね、うん、あ、でも、ラジオの人には、なんか、わかんないから、説明しないとね。そうだよね、どうやって説明するの、うん、こういうの描写が得意なんじゃないの、かおりちゃんは。だって、エロ小説まで買ったんだよ私たちさ、だってさ、東京書店のさ、何ポイント私めっちゃ溜まってるんだよ。すごくない？すごいよね、あの東京書店のポイントって意外と溜まりやすいんじゃないの？私いい感じでね、うん、ね、私もお安くお求めがで、お買い上げができたし、なんかさ、あれさきちゃんなんか券使って最初一回使ってたよね。使った、これ買ってました。それで私が買って、そしてまたもらえてたよね。かおりちゃん、私がまた買って、そしたらまた割引券1000円券もらっ、私もらって、それで買ったじゃん、あの本、うん、だから私も使えたし、カオリちゃんも使えた、うん、ね、なんかすごいね、うん、もう買えって言われてるね。買えってね、うん、なんかカメさん照れてるよ。よしなさいって止まらない。では大丈夫かしら。大丈夫、大丈夫そう、うん、メール持ってます？メールも来てます、うん、じゃなくて、はい、さきさん個人的にです。個人？
メール持ってる。私？うん、私のメール？私のメール？教えて。あ、いやチンってなしない。間違えた。え？そしたらあの、うん、日とか決めてメールします。オッケー、オッケー。わかりました。エイズに教えてある？エイズ君に。メール。エイズ君に教えとくじゃ。オッケー。うん。明日メールします。はい。オッケーです。ではでは。はい、お疲れ様です。山内さんとか言ってるよ。ゆきさん遅れるってらしいっすか。あ、ほんと？オーケーオーケー、早く来て。内容とこの BGM がかなりかけ離れてるけど、なんだっけ、爽やかなやつやってしまって、なんだっけタイトル。いいね、 I only want you ですね。 I only want you もう本当にね、そういう綺麗だね、綺麗ね、綺麗ね、爽やかね、もうね、本当ね、そんなね、さっきだけの言葉ね、そうそう、なんかね、言ってたね、それでもいいんだ、僕は君と結婚したいんだでね、でそこで私が何言ってるのって、何言ってるのって、そう、劇場振りが、いや、なんかそれさ、あれみたいじゃない、斎藤工のドラマみたいじゃない、斎藤工、石田ゆり子が何言ってるのみたいな、そうそう、あ、そうそう、それ、なんかそれでしょ、そのパターンでしょ、そのパターン、そのパターン、あなたにはあんな素敵な彼女がいるじゃないのみたいな。彼女いるの、斎藤工。いや、なんか昔の元カノがなんか頼って出てきた。最近私も荒れてたから見てないの。本当に。ほんと。あれ見たら余計荒れるかもしれない。ほんと？うん。イラッとする。いや、そう。うん。そう、そこで私はね、うん、言うの、うん。あら、あなたの気持ちだけで十分。その気持ちだけで。本当に嬉しいわ。気持ちだけじゃないでしょ。その気持ちと、あと気持ちプラス体ね、体バディでしょ。そう体がね、特に大事だよね。うん、うん、ね、でもなんかどうなの、うん、そんな体が良かったらさ、うん、気持ちだけで十分なんて言えなくなっちゃう。いや、それはね、結婚したい、まあ、そこのファッション、うん、それだけでもいい。あ、お疲れ様です。今日はね、ゆうきくんがね、ちょっとひっくり返っちゃうかもしれないけど、変な話してるからね、ごめんね、本当に。いやいや、ごめんなさい。もうでも慣れっこだよ、もう慣れたよね。出しちゃおうかな、箱から、うん、なんかね、かおりちゃんの方なんか見るからやらしいんだよ。そう、うん、私のやつはなんかすごい全然なんかやらしくないんだよ。わかんない、うん、これで一発芸とかしようよ、なんか10秒前です。5秒前でます。はい、DJ ユージ、音楽ありがとうございます。なんか、うん、何？なんかね、爽やかで、爽やかで、なんかすごいなんか、なんだっけ？あなただけ思ってるだっけ？うん、なんだっけ、そのはい、I'm only you？ あ？そうね。そんな甘い曲を。そう、甘い曲をね。甘い。こんな私たちがね、先立ってる時に、ね、甘い曲。先立ってる時に。そう。先立ってる。そう。先立ってる時にね。そう。はい。川崎さん。メッセージありがとうございます、はい、チャービラさん、今日の画像はぼかしが必要だと思います。はい、川崎七飯さん、ありがとうございます。だよね、ちょっとぼかしがなくて、うん、すいません、
あのラジオで聞いてる方には何を持ってるのみたいな、ガールズクリニック、はい、ガールズクリニックっていうあの、はい、ちょっと、うん、あのおもちゃですね、女子のおもちゃ、女子の大人のおもちゃ、大人のおもちゃをちょっと、うん、持って片手に、はい、手に持ってます。片手にだけど、うん、あのそんなよくあるグロいやつじゃなくて、うん、あのなんかね、かわいいよね。かわいいよね。シュッとしたなんか、私バーバパパみたいだなと思って。あ、ムーミンとかなんかそんな感じに見えてきた。だんだん。本当？うん。私のやつはなんかほら、何これ、スプーンみたい。何これ、しゃもじ？うん。なんか耳かきのちょっと大きいやつみたいな。孫の手みたいなね。うん、ね、孫の手だよねこれ、うん、何これ。あとあのバカ殿のこちょまげ、うん、そうそう、うん、なんか名前ついてんだよね、ガールズクリニック。なんだっけこれ、これスイーティーって書いてあるわよ。さきちゃんのはスイーティーなんだ。香りじゃない、私のハニー、ハニー。あら、そうなの、うん、なんかいろんな種類があったんだよね。そうでね、それの中でねすごい吟味してね、うん、そうそう、どれがいいんだみたいな。ガールズクリニックは4種類あったよね。あ、そう、うん、よく見てたね、うん、4種類あった。あ、そう。微振動がゾクゾク伝わるクリーブラシ付きだから、私のハニーはブラシに惹かれたんでしょ。ブラシに惹かれた。あ、そうなの。クリーブラシ、私は、うん、ふにゃんと好みの角度に調節、快感のフォルムへってあの本当かなみたいな。だってすごい、だって書いてるんだもん。AV 女優にとって潮吹きはマストテクニック潮吹きの練習にもおすすめだよ。本当って、私も潮吹けるのかしらって。えマストテクニックってさきちゃん、あのポリネシアンって何、 AV 女優目指してたの？いや、そんなことない。誰もこんなのなってくれっていう人いないと思うんだけど。違う、なんかあの吹きたいじゃない吹きたいじゃないこんなこと書いてあったら吹きたいなと思って、本当みたいな、うん、あー吹きたい、潮吹きヘッドって書いてあるから、私それ見て、うん、ほはーと思って。さきちゃんのはねすごい細長いんだよね。細長い、長さはどんくらいだろう、25センチぐらい、全部で持つところも入れてね、うん、そうで、なんか曲がるようになってんだよね。曲がるんだよ、グニュンって、うん、グニュンって。これ、うん、何これ、そうそう、本当にありがとうっていう、あの孫の手みたいでしょ。孫の手にもなるっていうね、あの背中もカキカキできるっていう、ね、もしこれが見つかっちゃったら、うん、あのいや孫の手ですって言い張ろうかなって通じるかな、通じるかな、通じる、これ見たらバレるかな。これはカオリンちゃんの方やらしくない、これやばいよね。ダメ、ダメ、いや、なんか、はい、うん、これは恐竜バーバパパ、バーバパパ、バーバパパ、あ、右、右、うん、右に見えんこと、うん、右だよね、右、うん、そうんで、ねえ、あ、ピンって鳴らしちゃった、アウト、アウト、アウトです。はい、はい、すごいメッセージ来てますわよ、はい、出さなくていいよ、あ、あ、でも見てみたい、なんていい日だ、ちゃんと見せて、バイカメ、はい、師匠、食らいついてますね、うん、今カオリン社が見せまくってますよ、はい、はい、あ、こんなことされた、何これ、あれ、それ何、うん、何、あの一人、なんていうの、妄想、妄想、妄想プレイ、うん、ファンタジー、私のファンタジーみたいな、ファンタジーこれパシ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 みたいな私これ、これみたいな、私ね、うん、あそこ東京書店行くとなんかね、うん、なんか気分が高まって、うん、なんか毎回なんか間違ったものを買ってしまう気がする。私なんかこれじゃなかった。まあね、さきちゃんはね、小ぶりさんを買った時はね、間違えた、前ね、あの時はもうね、意識がね、違う、あの酔っ払ってたから、ねね、今回は酔っ払ってないね、うん、すごい真面目に真剣に買ったんだけど、うん、真剣に買った割にね、また間違えてるから、なんかこれじゃないっしょって言いながら、細くねって、そうそう、それでもいや私はなんだっけ、潮吹きがとか言って、この AV ジョイさんが言うように、そうそう、潮吹けるのかなって、潮吹きの練習になるみたいな、私も吹きまくるわよって、どうなの、いや私ね、うん、カルちゃんね、うん、速攻家帰って使ってたじゃん、早、うん、って、うん、もうね家に帰って速攻で開けたよ、早い、もうね電気つける前に開けてるぐらいの勢いの
もう車降りながら開けてるぐらいの勢いで。早い。どんだけ早い。いやいや、すごい。いや、なんかそういうね、電池が、電池がついててさ、ほら、うん、電池入れようとしたらさ、なんか、うん、蓋がうまく閉まなくって、何これ何これみたいになってたの、最初。手が震えてるでしょ。手が震えてる。汗ばんでるのもね。そう。もう電池入った、やったーみたいな。動くかなみたいな。そうそう、動くかなみたいな。振動はいいよね。うん、振動がね、7段階。すごいね、振動パターンが、うん、そうそう、あの昔のやつに比べたら、うん、とてもいいと思います、うん、振動は。私さ、初めてこうバイブ買ったんだけど、うん、ああ、さきちゃんはバイブは何本も買ったことあるんでしょ。あの、ね、酔っ払った勢いで、うん、女子軍団でいつも、うん、居酒屋に行って、うん、めっちゃ酔っ払った後、うん、じゃあ次行こっかっつって、うんうん、大人のおもちゃのところに、うんうん、行くのみんなで、うん、みんなでみんなでどれがいいかなとか言って、うん、で酔っ払った勢いで買ってたの、うんうん、でも買って酔っ払った勢いで買って、うん、酔っ払った勢いで使ってたんでしょ。そう、私はね1回目初めの時は、うん、もう僕なんじゃこりゃっつってあーやべーっつってそう3日ぐらい仕事行かなかったので、すごいみんなに、なんかあの人仕事来ないよみたいな。仕事行かないって何、家でそうバイブと戯れてたので倒れたの。倒れてたの。そうで、バイブしすぎで変な時間にコンビニに電池買いに行って、うん、電池切れるまで使った。そうそうそう、で電池入れようとしたら、うん、なんか分解されちゃってバラバラになっちゃって、うん、うわーって必死こいて、うん、もう一回組み立てようと思ってももう一回、うん、結構組み立てたかなと思ったら、うんうん、全然動かなくて、くさー、うんうん、みたいな。へー。でもう一回買いたいけど一人では行けなくて、うんうん、あーもうちょっともう一回女子の飲み会やらないって言ってはぁっつって、うん、で私ともう一人の友達が、うん、同じことになってた、うん、電池切れてみたいな。いや、そこまでなってるのは私だったけど、うん、そうで、あとまた女子軍団でまた酔っ払ったついでに、うん、いろいろこれがいいんじゃないの、あれがいいんじゃないの、うん、って言って、酔った勢い楽しいでしょ、うん、いろいろ買ったことあるの。ね、こうマイクの代わりに、なんだろう、普通私なんかなんだ、あの一途なタイプで、うん、うん、何、一途なタイプで、うん、これがいいと思ったらそれを、そう、同じタイプ、一途なタイプって、でちょっと冒険しておもちゃに対しても一途なの。そう、一途だった。すごいね。そうで一回冒険して、うん、すっごい酔っ払って、うんうん、めっちゃでっかいの買っちゃって、うん、やべえっつって、うん、これ入らねえと思ってもう一回洗ってパッケに入れて友達にあげたどんだけでっかいの買ったので友達が、うん、ちょっと入らないちょっとすごい忘れた頃に連絡が来てはっつってそうなかなかね、あれすごいね、昔のやつでかいからね、うん、うん、そう、うん、なんかでかいのもダメよ、ね、でかすぎるのも欲張っちゃダメ、うん、なんかすごいリアルなさ、なんか本当にそのものみたいなさ。かおりちゃんはその、うん、なんかそんなのを最初はなんかなんとなくなんていうの、買おうかなって思ってたんだけど、かおりちゃんはねその危険な方向に行ってたから、うん、それはちょっとやめた方がいいわよって私がねちょっとね、うん、まあ経験上言ってみたよね。そうそう、うんうん、経験上ね、うん、ありがとうさきちゃんって言って、私は今もまだ失敗を繰り返してるんだけど、うん、うん、そうそうなの。あれ、はい、メッセージ来てますわね、うん、デモンストレーションさあ始まるよ、よしなさいこらこら妄想があふれる、助けてくれ、さきさん、かおりんさん、もう大変です、落ち着きなさい。どっちが落ち着くのよ。すいません、すいません、なんかもうね、もう東京書店に行きたくて仕方がなくなっちゃったんだよね、うん。私はちょっと念願の初バイブを買って、うん、すごいなんか何すごい充実した気持ちになった。そうなの、うん、何もうやったみたいな。やあ、じゃあ私の、うん、東京にいた時 の, 初めての頃みたいな。そう、初めて、やっぱ初めてっていうのは、うん、何事もねこう怖いわよ、うん、慣れるとさ、ちょっとドキドキするよね、私みたいに怒っちゃうんだよ何これっつって
これっつって怒っちゃうんだよ。で、かわいちゃんは何、それで何、うん、1週間楽しかったでしょ。いや、なんか名前つけようかなとかいろいろ。そうなの、うん、名前なんでつけるの。何名前しようかなと思って。でもバーバパパに見えるみたいな。バーバパパでいいんじゃない、うん、バーバパパでいい。いや、なんかそれともなんかこうテポドン1号とかなんかそういう名前にしようかなとかいろいろ考えたんだけど。テポドン1号はい、テポドンそうよね。うん、ダメかな、うん、なんか可愛い名前の方がいいかな。可愛い名前がいいと思うわよ、うん、何がいいかな。アミタン。何アミタンって、うん、どこから湧いてきたのそんな名前。え、私の好きなアミニシキから。え、はい、アミニシキ。何アミニ、ああ、相撲、うん、相撲からでも相撲のちょまげっぽい彼が怒るわよやめてくれって。うん、やめよっか、うん、まあいいや、バーバパパで、うん、うん、バーバパパにしとく。うん、私はね、うーん、私は何しようかな。孫の手かな、うん、孫の手。そう、耳かき、耳かきだよね。しゃもじ、しゃもじみたいなね、うんうん、でもなんか、まあ、可愛いよね。でもね、これね、細くてね、なんかここが頭みたいなね。いやだけど、本当寄生獣みたいなね。全然なんかさ、うん、のこのパッケに書いてある通りじゃないんだもん。何？全然そんな塩吹かないし。なんだっけ？マストテクニック？マストテクニックってか言ってるけど。塩吹き？うん。まあ私もなんかこういうなんか落ち込んでる時に、ちょっとイラっときてこれをちょっと使ってみたんだけど、うん、はあ、もうつまんないと思って。そりゃあれだよ、やっぱり何してんだろう私と思って。いや、そう、それもなっちゃったら、ね、ダメよね、うんうん、やっぱり本物がいいよね。そりゃ本物がいいけど、うん、その本物とこれはまた全然別の世界のものだとして。そうなの、うん、ファンタジー、ファンタジー、うん、ファンタジーよね、うんうん、ファンタジーね、素敵な言葉だね、ファンタジーって。男性だと天下なのかしら。ああ、天下、天下と彼女は別みたいな感じじゃない。え、わかんないまた DJ の方見ちゃった、 DJ の方向いちゃったやめてみたいな、ここで来たみたいな、ここで来たみたいな。男性のことはもう置いといてあげようよ。今日は女子だけの話をしようよ。女子の、ね、うん、女子はみんなね、うん、持ってるんだよ ね。もう一曲いきます、うん、そうね、うん、ちょっとね。じゃあ DJ ゆうきからいきます。じゃあルーファスで、あ、ルーファスで We Got The Way です。どうぞ。なんか CM のこともそうです。握った感じがすごいいいんだよねそうなの、うん、あ、でもいいよ、うん、てかさきちゃん、なんかこの似合うね。あ、そう、うん、握った感じが本当、うん、やっぱね、これね、安いやつだとね、うん、なんかね、白露症になるんじゃないかみたいな。何？振動で手が痛いみたいな。ああ、なんだっけ、腱鞘炎。腱、そう、なんか、あ、なんだっけ、昔なんかね、小学校の勉強で、なんだっけ、白露症、なんかこう、何、なんかブブブって、なんかチェーンソーとかバーって切ってる人、ブブブって売れてるから、うん、こう手がなんかこう、何、どうなっちゃう、なんか病気になる、病気になるの、うん、カーツぐらい、うん、ブルブルするの。そう、ブルブルが強すぎるってこと。腕が痛いみたいな。へー、これ全然そんなことないよね。そうそう、じゃあ新型、うん、新型一番強くしても程よい、全然全然、なんか小刻みな強さだよね、うん、今お店で言うすごいといいと思うよ。営業ではないんですけど、なんか打ち上げがあって、うん、それでかけるっていうことになっちゃって、僕はもしかしたらそのメンバーも連れてきました。色もいいよね、色もね、うん、なんか濃い、赤に近いぐらいのピンクね、うんうん、今日は大変なことに、うん、おい、かおりさん、握り方が斜めですね。これってでもさ、あの形とはちょっと違うじゃない。本物とは、本物とは、うん、全然、うん、こんな形してる人いたらすごいよね。ちょっとね、うん、びっくりよ ね、 ね、 なんだろうね、なんかうなぎみたいなね。うなぎってうなぎうなぎ、うん、個人の中帰ってもいいんだ
そういう感じです。そういう感じです。うん、こっちになったらいつの間にかちょっとずつ減っていってる。また行こうか。まあそれ本物とやっぱこれは別でしょう。いや私ねでもね、うん、初期の頃はね本物いらないと思った。ええ。本当ハマったハマった。ハマった。うん、えでもその時は本物がいたんでしょ。まあ本物もいたけど、うんうん、ああ両方欲しいね。ほらほら、あら出た弱がまま、うん、欲張りな感じが両方ね。あんまり全然、うん、あんまり全然かけてない。あれですか、この昔のディスコ。でもね、うん、ああなんだろうね、ポリネシアン的に言うと、うん、2人揃ってフリーになっちゃったから、うん、マジどの辺で行こうか関係ない、まあ、フリーになったかどうかちょっと私は分かんないけど、カルチャーはまあちょっと離れてるハンハンハンみたいな、離れてるもうあれがつきすぎてからよ、こんな私は失ったって感じで、ね、うん、イメージとあとフリー、フリーっていい言葉だよね、自由ってことでしょ、だから自由は最高よ、うんうんうん、ね、うん、そう、本物とは違うけど本物にこんな枝ついてたらすごいよね、すごいわよ、うん、カブトムシみたいなね、うん、最高かな、あーなるほどね。遠い目、サクちゃん遠い目になっちゃった、そう本当に遠い目になっちゃった、まあ、あ帰ってこーい。またオブジェ化してこれを置いとくよね、置いとくね、オブジェ、うん、オブジェ、うんうん、これが隠される時がサクちゃんのね。そう、前の、私のボーイの時も、うん、あの小ぶり、うん、すごいね、必死こいで捨てたからやべえと思って見つかったらやばいと思って別にやばくなかったでしょ結局。どうなの、一回見つかったことがあるの、うん、すっごい男的にドン引きしてたの。嘘、そう、そう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 、本当に、なんでその人何ピュアだったの。いや全然、なんでだろう、そうなんか、あ私もしまったなと思って、やっぱ隠しとくべき、嘘、うん、そうなの、そうやっぱり全然隠してないじゃん、私たちこんなモテラジオに現れちゃって今はね、うん、私たちフリーだからそっか、そう彼氏がちゃんといるときは、彼氏が見たら、彼氏には見せちゃダメってことね、そう私早速写真撮って送っちゃったんだけど、マジで来なかったよって、いいでしょうみたいなでも彼的にはそれで他の男に行ってないんだから、あそれで行ってくれてんだ、カオリンっつってそれは許すよ、いいのかな、許してくれるのかな、まあどうなんだろう、ありますよ、はい、 DJ ユキ音楽ありがとうございます、うん、今日は爽やかな音楽を、ね、爽やかでかけて軽妙な音楽をね、うん、バランスを取ろうかな、うん、そうだよねこんなに私たちがドロドロとね、そう、うん、でもこういう話もするよね女子はね、うん、そうだよね、うん、そう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 、うん、だからさ女子のオーナニーについてちょっと語った方がいいんじゃないかっていう話をさっきしたんだよ ね、やれねえよとか言う人、うん、聞いたことある女子に、てか男子から女子に聞かないでしょオナニーするとか、もうすごい変態になっちゃうじゃ ん、 なんかそれさ、なんかエッチしようよっていう以前のなんかなんていうの、もう本当に危険な、下手したら捕まるレベル、うん、オナニーするのなんつってで私しないとか言ってる人いるけどそんなの嘘だからみんな知ってるよね、まあオナニーっていうなんか言葉自体が禁句みたいなあれだよね、なんて言えばいいかな、うん、ああいうのなんて言うの、うーん、うーん、わかんないけど、うーん、ね、
まあでも女子はそういう話は あんまりしないよね。そうよね、うん、あのセックスの話はするかもしれないけど、うん、自分がどう一人でしてるかみたいな話はあんましないね。おもちゃは欲しいってみんな言ってた。あ、本当、うん、言ってた言ってた、うんうんうん、でじゃあみんなでツアーで組んで買いに行きましょうって、うんうんうん、っていう感じだったかな、うんうん、でどうだったみたいな、うんうんうん、そうあるかな、うんうん、そうでなんかねなんだっけ友達に、うん、なんだっけエロビデオサイトも教えてもらったんだよねそう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 えそう男の人みんな見てるってね、うんうん、なんかあんま女性見てないよね、無料動画そうそうそう、うん、そんなのね私たちなんか、うん、私なんかさそれでクリックしてなんかね、うん、なんだろう振り込め詐欺みたいにね、うん、なんかね画像が消えないゲーみたいな広告がずっと出てきちゃうみたいなやつそう、うん、で、うん、私誰に聞いていいか分かんなくてそんなの聞けないし、うん、それをクリックしたがゆえにずっと出てくるっつってでゲイの友達にちょっと助けてよって言ったらこうしたらいいんだよって教えてもらったのゲイの友達に聞いたのここはやっぱりゲイのゲイ友しかいないと思ってだって女にも聞けないし男にも聞けないしどうしようと思ってそういう経験があるからえでカーリーちゃんもそれを恐れてたんでしょ。そう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 、 そういうことがある。それを恐れてたから、うん、私は動画は見ないようにしてたの。いや私もね、うん、そういうことにね2回ぐらい引っかかって、うん、またかって、うん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 、そうね。でまたゲートもに助けてもらって、うん、またかって結構お世話になってるんだそうそうそう困った時のゲートもそう頼りになるね。頼りになるやっぱね、うん、彼ってか彼女はね。そう彼彼女みたいな、うんうん、先もまたやるねみたいな相変わらずだねって相変わらずだねって、そうまたやっちゃったっつって、うん、そうでいつになったらこうちゃんとしたところにたどり着けるんだろうと思った時に、うん、今度こそはいいとこがあるよって。今度こそはちゃんと、うん、もう何もそんなのが出てこない、そんな心配がないのがあるよって、うんうんうん、ちゃんとね見れるやつね。そう、うん、やったーってやったしたら私動画見すぎちゃって携帯変えたでしょこんなにサクサク見れるんだと思って見すぎちゃって今度警告が出てきてなんじゃこれやっべーってで友達に熟女の友達に聞いたのメモリがいっぱいですみたいになったんでしょ。そう警告、うんうん、出る出るって、うん、その友達もそのサイト知ってたさすがねみたいな姉さんみたいな知ってたんだって動画見すぎたらそうなるよみたいな。だからね、うん、昔はね見放題だったけど、うんうん、今はこう、うん、なんていうの、うん、容量が決まってるから、ね、うんうん、そしたらその容量超えちゃったら、うん、携帯がガクンと動かなくなるわよっつって、あ、だからあなたそんなハマって見てるんじゃないわよって言われて、うん、それさ何1ヶ月でこういっぱいになるとかなの。そう私なんか携帯買った時にその、うん、1ヶ月で、うん、その容量を超えてはいけませんよって言われたんだけど、うんうん、どれぐらいで容量は超えるのかわからないじゃない、うん、で私今まですごいもう古いの持ってたし、うん、そしたらなんか早くも出てきちゃったわ。 早くないと思ってえと思ってだってこの間一日中ビデオ見ながらこの、うん、私の孫の手で遊んでたんでしょ。孫の手で遊んでて、うん、であらって倒れたの、うんうん、そう先週の一日はそれで一日が終わった、うんうん、そういう時ってあるよね。そう、うん、そう終わっちゃった。終わっちゃった。そう、そしたらなんかめちゃくちゃ怖いサイトまで行っちゃって怖いと思ってなんかあんま怖いのは見るのやめようと思って、うん、怖いのは見ない方がいいよ。そうで、うん、警告まで出てきたからちょっとやめようって我に返ったよ。また私すぐこうなんていうのなんかさ、すぐに入っちゃうでしょ。あーね、ゾーンに入っちゃってもう。そうゾーンに何ゾーンゾーンってそっか、うん、さきちゃん大変だね。
本当にね。いや本当に女子も大変なんだよね。男子だけじゃないんだよね。こういう問題はね、やっぱね。男子だけじゃ、うん、男子は経験されてる方多くて、男子はみんなあると思うね、うんうん、で男性同士で俺こうだったどうしようって、うん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 、でも女子もね、うん、いるのよ。そうそうなの。ポリネシアンだけじゃないわよ、うん、みんな悩んでる女子の方、うん、安心して、うんうんうん、はあ、メッセージ来てますわよ、はい、はあ、おやすみなさい。架空請求気をつけよ、うん、バイカメ。さすがカメさん、さすがカメさん、あったんですね。そうです、私もあったんです。あったんです。そしてゲイ友に助けてもらいました。大丈夫でした。はい。そしてな、誰かしらこれ。はいって、どこだしらね、どこの方かしら、うん、オスカルさん。オスカル、オスカルじゃないの。どうにかオスカル、うん、あ、そう、オスカルさん。はいって、はい、私たちも元気ですよ。はい、うん、元気出さなきゃね。うん、うん、ね、なんかでもさきちゃんちょっとテンション高いっちゃ高いよね。あ、何これ、私 Hello from Mexico City ってこの間私がメキシコのボーイと、あー、ちょっと待ってよ、本当にメキコ、メキカンわ、ムイバッポめっちゃグラシアスみたいだね、うん、聞いてるかな、ね、な、何、いろんなとこフロン、私、うん、もしかしてポリネシアは世界に行ってるの、うん、世界に発信されてるから、これ、あら、ね、あのね、怖いね。うん、なんだっけ、うん、映画でセックス・アンザ・シティです、うんうん、あのおもちゃにはまっちゃうっていう、会があったの、会があったの、うん、日本製のおもちゃっていうやつ で、うん、で取り上げられちゃうっていう、うん、日本はすごいわねっていうの、うんうんうん、へー、すごいみたいよ日本。すごいのよ、うん、日本のソーセージ。これ私のなんかすごい太く見えない、さきちゃんのに比べたら。私のがふざけてるんだ。なんかさきちゃんのなんかすごい、なんか可愛いね。私のふざけてるみたいな。私毎回失敗しちゃう。宇宙人捕まえましたみたいな。私、宇宙人捕まえたよみたいな。私本当。どうもこんにちはみたいな。ね。これ私たちちゃんと洗って持ってきたからね。うん、あ、ちょっと私も洗って持ってきた。笑っちゃうよね。うん。うん、あの、何、本当はこうゴムをかぶせて遊んだらいいの？それめんどくさいことね。うん。これでもほら、なんか生活防水みたいに書いてあったよ。これそういうのもね、ちゃんとね、あの、うん、考えられてる。ウォータープルーフ、うん、安心、生活防水仕様。そう、昔のやつだと洗っちゃうとあれみたいな、なんか止まっちゃったりとか、なんか止まっちゃうね。そう、うん、あ、だけどこの電池のところは水に濡れないようにしといた、一応、うん、私もすごい気をつけておいた、うん、なんかこのちょっと上の方だけ洗っといた。そう、うん、そう、そう、私もね、次の日ね、朝はーっと起きたらね、うん、これがベッドに転がってて、うん、私もなんかいつも寝る前とかにこうやってなんか握りしめてんの、この会話しながら、それと会話してんの、うん、なんだっけ、私たちあのな、なんだっけ、魔法の小石マジックやってたじゃん。魔法の小石握りしめて、ね、うん、すごいいいことがありますようにって、カルちゃん今ありがとうみたいな、ね、握ってない今、これ握ってね、なんかね、ありがとうありがとうありがとうみたいな。私もじゃあこれから魔法の小石じゃなくて、うん、これを握りしめて、うん、ありがとうありがとうありがとうってマジックやればいいかな。うん、そしたらなんかすごい今度は、ね、ミラクルが起こるかもしれないね。なんだっけ、今日一日の素敵なことをなんか振り返るんだっけ。そう、魔法のマジックでは、うん、ね、常に感謝する、うん、そしてあの魔法の小石石を、うん、まあなんか見繕ってきて、ね、それを持って、ね、うん、今日一日ありがとうみたいな唱えると、よりなんか自分の夢が叶うって、うん、マジックっていうね。そうだね。じゃあこれに、これを持って、うんうん、素敵な本物が来ますように。来ますように。ありがとうありがとうありがとう、バーバパパみたいなしゃもじ。え、しゃもじ、私だったらしゃもじみたいな、しゃくれ、しゃ、やだやだやだ、ブラシ、スプーン。何
もこうずっとね今握りしめてね喋ってるからね、こんなねすごいなんかもう愛着が湧いてきちゃって、私このおもちゃに。かおりちゃんね出だし成功だと思いますわよ。あ、うん、よかった、うんうん、やっぱりね、やっぱこう先人の知恵をね、私は、うん、ほんとさきちゃんが師匠が本当にいてくれてよかった師匠はだってほらね、潮吹き練習するためのこの細さだからねと思って頑張ったんだけど、うんうんうん、で私たちなんだっけローションも買ったでしょ、うん、ローションも買ったね。でなんかね東京書店のね、うん、ポイントがねめっちゃたまったよね。うんそうそう、うん、結構ねポイントねすぐたまるね東京書店ね。すぐたまったね。でね私ねあの小説買ったんだ。そう観音小説、私がまずポイントたまってて、うん、あのすあ私がなんかちょっとセクシーなランジェリーを買って、でポイントが1000円割引で OK、うん、って、で私すぐにこの、うん、何このしゃもじを耳かきさんをね買ってね、お安く買って、うん、やったと思って、うん、そしたらまたポイントたまりましたよって、うんうん、で次みんなすごいはぁって驚きながらリスナーの方が見てらっしゃるんですけど、ポリ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 困ったな、困ったな、そうこういう時もあるんですよ、うん、ねえみたいな、うん、そうでかおりんちゃんが今度、うん、あの1000円の割引券で、そう何エロ小説、エロ小説をお買い上げできたんだよね、うん、買ったの、うんうん、私たちのあのポイントカードすごい溜まってるよね、うん、すごい、うん、なんかあの黄色いポイントカードいいね、うん、もう本当東京書店さんがあってよかった、ね、本当に良かった、うん、ね、なんかソニプラみたいだね東京書店で ね、 そうだね私たちの。いやなんかね私がね友達に東京書店行ったんだけどって言ったら、うん、じゃあ私もちょっとドンキ行って買おうかなとかって言ってんの、うんうん、いやドンキより東京書店の方が買いやすいって、うん、そりゃそうだよって言ったの。専門店だもんね。恥ずかしくないドンキでこんな出してたら。恥ずかしい恥ずかしい、なんかふざけて買ってる風に装わなきゃいけない。そうよね、うん、こんなこれはなんかあのギャグで友達にあげるんですよ。どんだけ演じなきゃいけないの。演じなきゃいけない。すごいかっこ悪くない。もう東京書店だったらもうすごい自慢げに、もうポイントもすごい貯まるし、これとこれ、ね、うん、これとこれって私もこれなんです、うん、みたいな。そうそうそう、もう自慢げに次はこれ行ってみますよみたいな。そう、ね、そうね、自慢げに自慢げにね、うん、変えたよね。でも絶対ドンキだったらねそんなの買えないよね。そうそう、無理無理、うん、無理無理、うん、多分そんな品揃えないと思うよ。やっぱり品揃えは東京書店ですよ。そう、そうです、うん、ね、すごかったよね、うん、本当にいっぱいあったよね。本当にいろいろあるし、うん、おすすめですわよ、うん、皆様、はい、はい、ここでメッセージが来てますね。はい、はい、森美さん、これこそ下ネタガールズトークですね。すごすぎる、びっくりしました。あら、そんなになんかまだびっくりするほどのあれをしてないような気がする、はい、うん、トーク的には悩める女子たちのアドバイザーよ、うん、ね、本当に真剣だよねそう、うん、これでみんな爆発的にこれ売れるんでしょ、この商品が。そうそう、ガールズクリニック ね、 ね、うんうん、ガールズクリニック、うん、もう私注文つけるならこのしゃもじがもうちょっと太ければよかったな。何これ細いないや曲がりやすいんじゃないの。太かったら曲がらなかったのか、うん、それでこの究極の企画的にはここになっちゃったのか、うん、そうじゃない。そうか、うん、まあでもこれは G スポットを全然わからなかった探るための、いや まだもうちょっと私まだなんか練習が足りない、うん、もうちょっとプラクティスプラクティス。 OKOK、okay, okay、 うん、じゃあ練習するわ、うんうん、ね、うん、練習が必要ってことですね。そう、私もちょっとまだあのほとんど使ってないに等しいので、もうちょっとこう語りかけてるだけでしょ語りかけてる今仲良くなってるところ、そう、うん、愛着を感じてそれから大事にしてるね。大事にしてる。私なんかもう何これって速攻だから、 ね、うん、ね、こう頬ずりしてこう、ね、そう、あらららら、いい子いい子みたいなね、うん、どうしよう、1時間経つのが早いですね、うん、今日はね、久しぶりにあの、はい、強烈な、うん、下ネタでないと、うん、うん、やってみましたよ。でもそんなに下ネタっていうほど真面目な話だったよね。女子が買いたいものどっちかって言ったね、うん、買いたいね、うん、やっぱりちゃんと取り組んでいこうよっていう。一人では買えないよね。そう、私たちちょうどポリネシアン的にちょっとフィーリングが同じだったから、うんうん、ちょっとタイミングも同じだったから、そうそう、タイミングもねちょうど同じだったから、私も一人じゃ無理。
私もちょっと一人ではね、そんなエロテロリストできない。そう、うん、ねえ、チームでみんなで買いに行くのがいい。そう、チームで、今度ツアー組んだらいいかもね。そう、うん、ポリネシアンと行く東京書店ツアー、うん、うん、私良きアドバイザーになれるかもしれないわ、うん、ね、で私が一番買ってんでしょ。また私が一番買って、いろいろあれこれ、そうそう、あれこれまた買っちゃうんだよね。私の家なんかほんといろんなものがいっぱいあるから。はい、前が隠されて、時間がやばい、やばい、やばい。はい、今日も、はい、リスナーの方に驚かせてしまったかと思いますが、はい、ごめんなさい。はい、聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はいろんな話ができました、はい、はい、この番組ではメッセージを募集しています、はい、お相手は私、浦中咲希、そしてオーロラ香里のポリネシアンでした。そして DJ ゆうきとゆうじでした。はい、また楽しい週間になりますように。うん、はい、おやすみなさい。 FM 小座美女子会、おやすみ、おやすみ、おやすみ、バイバイキーン、おやすみ、バイ。